皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。つくね、つくしとなりましたね。正解できましたか。このようにマスの中に1文字入れて言葉を完成させてくださいね。もし答えが別にあるときはコメントで教えてください。別解はたくさんあると思います。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はぼでした。かぼす、ごぼうとなりました。かぼすとすだちはよく似ていますが、かぼすはテニスボールほどの大きさで、すだちはゴルフボールほどの大きさです。またかぼすは酸味が特徴であるのに対し、すだちは香りが特徴らしいですよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。トサカ、バサシとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうです。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はぶでした。ねぶた、すぶたとなりましたね。制限時間内に分かりましたか。それでは次に行きましょう。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解はぬでした。くぬぎ、たぬきとなりました。くぬぎの木の実が落ちてくる頃になりましたね。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はバでした。お化け、タバコとなりましたね。正解できましたか。それでは次に行きましょう。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はのでした。すのこ、メノウとなりましたね。古くから日本でも産出されてきたメノウですが、赤や緑、青など様々な色があり、現在でもパワーストーンとして親しまれていますよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はたでした。よたか、メタンとなりました。よたかというのはよたか目、よたか科、よたか族に分類される夜行性の鳥です。宮沢賢治の小説よたかの星に登場するのはこの鳥です。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。レイシ、ドイツとなりましたね。レイシというのはライチの木のことです。ご存知でしたか。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はよでした。不要、さより
となりましたね。今回は何問正解できましたか？追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前、知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は、知の種のホームページで無料プリントとして公開していますので、ぜひご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。